宇宙の距離橋ご。宇宙の距離橋ごとは、宇宙に存在する天体の地球からの距離の測定方法の総称である。地球から遠方にある天体の距離を直接測る方法は、複数提案されているが、それぞれには限界があったり、または期待される値の精度が、距離によって制約されるなどの問題があり、使い分けを余儀なくされている。そのため、天体の距離判定は、 天文学における難問の一つとなっている。現状では広大な宇宙にある全ての天体距離を測る統一的方法が存在しないため、一つの方法で近い天体の距離を測定し、それを基準に別の方法で、さらに遠方の天体距離を求め、これを繰り返さざるを得ない。この過程が、高低差がある地面に梯子をかけながら、徐々にステップを踏み進んでいくように似ていることから、 距離はしごという名で呼ばれている。以下、一般的な距離はしごについて、近距離から順に解説する。地球近傍の惑星や衛星の距離はレーザーを用いて測ることができる。惑星に向けてレーザーを発射し、それが惑星表面で反射して戻ってくるまでの時間を測り、高速度をかければよい。ただし、遠方になればなるほど、レーザー光は拡散し、 また往復の時間がかかりすぎるため、地球に非常に近い惑星にしか使うことができない。水星と金星は太陽系で地球の内側を交点する。地球とこれらの内惑星の交点面は厳密に同一平面にはならないが、ごく稀に太陽に影を作るように太陽と地球の間を通過する。これが太陽面通過、あるいは日表経過である。この時、 太陽のどの部分を通過したかを地球の複数の箇所から測定し地球と内惑星の距離を別の方法で求めておくことにより地球と太陽の間の距離を測定できるこの長さが天文単位の定義である太陽までの距離計測には表面が光を反射しないためレーザーを使えないそのためこの計算には別な手段で観測された 太陽系惑星のデータを用い、ケプラーの第三法則から導かれる。この法則では、惑星の公転周期の事情は、軌道の長半径の三乗と比例する。これを利用し地球から近星までの距離を基準に計算すると、近星の公転周期は、合わせの観測から224.7日と得られる。地球の公転周期は十五点二日であるため、 地球から太陽までの距離を L1 とするとが成り立つ。L2 に別な観測結果から得られた数値を当てはめれば太陽までの距離 L1 が得られる。天体の位置は地球が公転するために季節によって見かけの位置が変化する。これが年収しさである。ここでは太陽を直角点に据え地球と目的の天体を結ぶ線を斜辺とする直角三角形を想定す。 年収しさは、この三角形の内目的の天体を頂点とする角度として観測され、ケプラーの法則から得た地球から太陽までの距離を基準に簡単な三角法を用いて地球から目的の天体までの距離を決定する。この年収しさを用いた距離の測り方は、そのままパーセクの定義である。年収しさは、距離が遠くなればなるほど小さくなってゆき、 あまりにも小さい値体を高精度で観測するのは、分解能が追いつず困難となる。1980年代までの観測精度では、せいぜい0.01秒程度の年収子様でしか、高精度では測れないため、この測定法が使えるのは、せいぜい100%パーセク程度までということになっていた。1989年に、欧州宇宙機関によって打ち上げられた。 高精度視差観測衛星引っ張るコスにより、高精度視差を0.001秒角の精度で測定し、半径1000%約3260光年の範囲の星の位置を10%以下の誤差で精密に定めることができた。高精度出す光の波長、エネルギーおよび表面温度の関係はプランク分布に従う。また、天体の見かけの明るさは距離の事情に、 反比例する。そのため、同じ色の天体同士で、見かけの明るさを比較すれば、その距離の比がわかる。実際は同じ色の天体を見つけるのは難しいので、いくつかの三回星団にある、主系列性ついて、HR 図を書き、HR 図同士を比較することになる。そのいくつかの三回星団の中には、年収しさの方法によって距離が分かっているものも、あるので、それによって、 他の3回集団までの距離もわかる。ただし、遠方からやってくる光は、吸収や散乱の影響を受けているので、色が変化してしまう。また、主系列星は、ケフェイド変更性と比べると暗い。そのため、この方法で高精度に距離が決定できるのは、1キロパーセク、程度までである。あまり多くはないが、脈動変更性の一種ケフェイド変更性という、 数時間から約100日までの一定の周期で明るさを変える天体がある。半径1キロパーセク程度までのケフェードや地球からほぼ同距離と考えられるショーマゼランクモ内の複数のケフェードについて高度と変更周期の関係を調べた結果、ケフェードが持つ本来の最大高度は変更周期の0.9乗に比例することが判明した。この規則性を用いて さらに遠くのケフェードについても距離が決定できる。ケフェード変更性はかなり明るいため、現在20メガパーセク程度までこの方法で測ることができる。タリーとフィッシャーによって円盤銀河の絶対等級は回転速度の4.5乗に比例することが分かった。銀河の回転速度は光のドップラー効果を用いて観測できるので、この方法によって銀河までの距離が確定できる。 ただし、この関係は理論的裏付けがない経験則なので、今後発見、観測されるすべての銀河が、この関係を満たす保証は全くない。また、この比例関係の精度は、あまり高くないことが分かっているので、距離の精度もあまり高くはならない。フェイバーとジャクソンによって、楕円銀河の絶対等級が銀河内の星の固有運動による速度の標準偏差の4乗に、 比例するというフェイバー・ジャクソン関係が見つけられている。こちらは銀河内の星の固有運動を測定することが困難であるためにタリーフィッシャー関係ほどは用いられていない。いや、1A 型超新星は白色矮星が起こす超新星爆発である。これは白色矮星と恒星が連星となっており恒星から放出されたガスが流れ込んだ白色矮星の質量が チャンドラセカール限界、日の一定に4 4倍を超えると起こる。このように爆発を起こす質量が一定である点から、爆発時の本当の明るさも一定だと考えられる。さらに非常に明るいことから、非常に遠方の爆発も観測できる。ただし、イヤ型超新星の爆発メカニズムの理論的解明は、まだ十分になされていない。このため、 地球の近くで起きたイアン型超新星の爆発と、例えば10億光年離れた10億年前のイアン型超新星の爆発が同じエネルギー放出を起こすかが明らかではない。また、超新星爆発は我々の銀河で過去400年ほど発生していないように頻度が非常に低い。そのために前点を監視し続けて、超新星が爆発した際に追跡観測を 行うという体制になっており、目標の天体や銀河を先に決めてから、そこまでの距離を測るというようなことは、不可能である。ハッブルの法則とは、天体の交代速度と天体までの距離は、正比例するという法則である。天体の赤方変異を測定して、交代速度を求め、この法則を用いれば、特に遠方の天体までの距離の測定には効果を発揮する。 ハップルの法則式を変形すると以下の方程式が得られる。しかし、ハップルの法則は一応宇宙を仮定した場合に地球からそれほど遠くない天体では成り立つが遠方では工事の効果が入り線形からずれてしまう。このずれ方は宇宙の平均エネルギー密度や宇宙光の有無等に依存する。そこで赤方変異で表すと Z1 のところでは セファイドの距離と交代速度の測定から、ハッブルの法則の比例係数、ハッブルラメーターを決定する。そして、Z1 の銀河の距離を測定する。Z1 となる遠方では、イヤ型超新星の高度と赤型変異の測定から、宇宙モデルの検証がなされる。現在の距離橋後には、年収しさとケフェード変更性との間に空白がある。 地球から最も近いケフェード変更星はポラリス、現在の北極星だが、この天体までの距離は約400光年と言われ、精度が認められる年収しさ範囲を超えている。そのため、HR 図などの推計で補填しているが、基準としているケフェード変更星本来の明るさは誤っている可能性がある。これに対し、年収しさ測定をさらに高精度にする計画がある。 2007年、日本の国立天文台はメーザーを放出する天体に限られるが、望遠鏡、ベーラを用いて17,250光年までの距離を求めた。人工衛星、科学衛星では、欧州宇宙機関により2013年に打ち上げられたガイア、2015年頃予定の NASA のシムヤ2022年を目標としている。 国立天文台を中とするグループによるナノジャスミンが計画されており、これらは約3万光年の年収指差測定を可能とする予定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。